中の湯温泉は、長野県松本市安住にある温泉。中部山岳国立公園内にある。一点前の露天風呂の跡地一軒宿の中の湯温泉旅館が存在する。上高地観光の拠点になるほか、小竹登山の中の湯コースの登山基地としても、利用価値が高い。近年は平山後の上高地を徒歩で、 鎌トンネルを通って訪れる人の基地として使用される例も増えている。一軒宿はかつて国道158号と上高地への県道の交差点近くに旅館が存在した。2005年6月まで交互通行だった鎌トンネルの信号待ち中、安土川の対岸に存在した宮中の湯温泉の露天風呂に入浴する四角は上高地への車窓名物の一つだった。 しかし、暗房トンネル工事が原因の水蒸気爆発により、暗房峠途中の現在地へ移転を余儀なくされる。移転後の現在地からは、ホタカ連邦が延防できる。かつての中の湯温泉旅館の場所に近い駒、トンネル入り口付近には、中の湯売店と、洞窟風呂である、牧田の湯が残っている。牧電の湯は三十分単位の貸し切りとなっており、入浴希望の宿泊者は、 予約時間に合わせて旅館から送迎があった。牧田の湯への日帰り入浴は、中の湯売店でも受け付けており、空き時間さえあれば、外来入浴もできた。2020年3月に通路が崩壊し現在、入浴不可。旧旅館があった、あずさ川沿いの場所は、崖地のあらゆるところで温泉が湧き出しており、一帯は、湯気と温泉の匂いに包まれている。 宮中の湯の源泉とは別のの湯も多く存在する。沢渡り温泉の源泉も当地にある。ただし、宮中の湯の源泉とは別の暗房トンネル工事の際に発見された源泉を利用している。宮中の湯の源泉は、原旅館にポンプで組み上げられるものを除き、すべてあずさ川に放流されている。なお、旅館移転直後に中の湯温泉旅館は、 移転先でのボーリングを試みたが、熱い源泉が得られず、急源泉のポンプアップで対処している。塚原牧田がこの地で修行した時に牧田の湯に入ったと言われている。現在地への移転は1998年である。ありがとうございます。